株式会社再運動は、島根県松江市店陣町に本店のある和菓子店。松江を代表するメーカー、若草で知られる老舗和菓子店。若草は、松江藩七代目、藩主、松平春里が考案した和菓子で、再運動の初代、山口善衛門によって復刻され現在に伝えられている。松平春里は、茶人として名高く、若草、山川。 なたねの里の三つの和菓子は、松平春里の郷、ふみにちなんで、ふまい三大名家とも呼ばれる。1874年創業。1950年10月16日に法人化。1955年からは、洋菓子の製造も行っており、2008年9月には、焼き菓子を中心とした洋菓子ブランド、サイウンドウファミリーユーを設立した。 2015年11月19日には、出雲大社の平成の大仙宮に合わせて、自家製のあんを使用した、あんパンなどを販売する、三角通りアイルをオープンした。全国和菓子協会の和菓子職人の認定制度である、千和菓子職の優秀和菓子職部門に、2018年時点で4人の従業員が認定されている。AB、最運動、シャミネ・松江 2019年11月28日閲覧。楽楽、松江、出雲、岩見銀山、境港 JTB パブリッシング。2016年61ページ。ISBN 9長7845億3311万3826。サイウンドファミーユ。2016年3月27日閲覧。職人。 2016年3月27日閲覧。ありがとうございます。